イングリッシュヘリテッジは、イングランドの歴史的建造物を保護する目的で、英国政府により設立された組織。ストーンヘンジのような考古学遺跡から、アイアンブリッジなどの産業遺産に至る、広範囲にわたる建造物を扱っている。対象の保護、助言、登録などが目的である。建造環境の保護を目的として、公的自然保護機関である。 イングリッシュネーチャーなどと協力体制を確立している。両機関は保護政策に関して文化、メディア、スポーツ大臣に助言を行い、指定建造物や指定遺跡への登録を行わせる。いくつかの施設については団体が所有しており、その他の一部カントリーハウスなどの私有建造物に、 ついても、持ち主との連携を図っている。特殊法人としてある程度の予算が組まれ、税金から支出されている。政府の負担を軽減するために一部施設では、見学者に入場料を請求している。2015年4月1日、イングリッシュヘリテッジは2つに分割され、旧組織の法令保護機能を継承したヒストリックイングランドと、歴史的遺産を運営するチャリティーであるイングリッシュ。 ヘリテッジトラストに分割され、ロゴも刷新された。ナショナルトラストは同様の趣旨で設立された団体で、あるが、政府が活動に関与しない、私的団体である。ブループラーク。ギタリストのジミ・ヘンドリックスの生前の住居1986年以来、ロンドンで著名な人物がかつて住んだ家、もしくは歴史的な出来事があった場所などに設置される。 標識ブループラーク計画を管理運営している。ロンドン以外のリバプール、バーミンガムなどにも設置されたが、計画は打ち切られた。ありがとうございます。